自分たちがやるべきことをやり続けるっていうことと、やっぱ自分たちが出た時に結果出せるようにいい準備をしておくっていうことが大切だと思ってます。メンバー入れんかったメンバーは、ここがチャンスや、俺らがもし出た時に変えてやろうっていうふうに言ってるので、そこは、はい、いや、しっかりやれてると思います。常にいい時ばっかりじゃないので、ダメな時もあるので、やっぱそこ、その時でもやっぱ逃げなさずやり続けるっていうのがまず大切だと思ってるので、で、まあ、もしチャンスがあった時に結果出せるように常にいい準備しておかないとダメだなと思います。本当僕の、まあ、ファウルで PK 与えてしまって、まあ、そこで 1-1 になって、まあ、前半に失点してしまって、後半神岡が PK を決めたんですけど、まあ、それなかったら勝てたのかなと思って、まあ、すごい悔しかったので、まあ、今回またリベンジできると思うので、そこ次勝って、あのグループステージ、ね、突破に近づけるようにしたいです。もう完全合流されてますけども、はい、今のコンディションの具合どうですか？手首の状態にも少しずつ慣れてきましたし、それ以外のサッカーの感覚だったりとか、体力面のところも徐々に今週上がってきてると思うので、もう試合ができる準備はできてます。まあ、昨日大変悔しい結果、まあ、引き分けになりましたけども、外から見てどういう風に見られてました？悔しいですし、何より中で戦えてない自分に対する不満というか憤りみたいなところはやっぱりあるんですけど、やっぱり今自分ができることはピッチに入った時にどれだけいいプレーをしてチームを勝利に導けるかっていうところだと思うので、まずは自分に矢印を向けて、しっかり戦いたいと思います。まあ、その中で、まあ、何が一番足りてないかなって個人的には思われてますか？やっぱりああやって自分たちが勝っている状況で試合を進めていく中で取り切るチャンスっていうのは必ずあったと思ってます。そこを決めきれていれば 2-0 もしくは 3-0 になってた試合をやっぱ自分たちで苦しめてしまったのかなと。でやっぱり最後にああやって少しラインが下がってしまって、クロスボールを入れられた時にファウルを犯してしまってフリーキックっていうところで、すごく良くない流れがそのまま終盤にも続いてしまったのかなと思うので、あれをどれだけ自分たちの力で跳ね返していけるか、リスクを恐れずに前にプレッシャーをかけにいけるかっていうところが必要だったのかなと思うので、そこの声かけだったりとか、そこのチームの共通認識っていうところはもう少し改めなきゃいけないかなとは個人的に思ってます。次、次戦ルヴァン徳島戦への、まあ、意気込みといいますか、とサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。今チームにはたくさんの選手がいて、昨日も出た選手はもちろんですけど、市場に飢えてる選手たち、結果に飢えてる選手たちがたくさんいるので、その選手たちがどれだけこのルヴァンで結果を残せるか、チームに対してチームの勝利に貢献できるかっていうところが、よりチームを強くしていく上では大切なことだと思ってるので、そういう競争が生まれるような状況を自分たちで作りたいと思ってますし、必ずアウェーの地ですけども勝ってここにまた帰ってきて、また次トスとアウェーですけど、そこにいい流れを持ち込めるように自分たちはチャンスがあればしっかり戦っていきたいと思ってます。負けたくないです。知ってる人も多いんだけど、いつも自分たちのホームやったのが逆にアウェーで行くっていうのが、ね、どんな気持ちなんかまだ分かんないですけど、まあ、すごい楽しみです。
りサイド駆け上がって、どのクロスとかチャンスメイクしたいなと思います。やっぱアシストとか、そういう、まあ、ゴール決めたりしたいです。そうですね、やっぱフルスなので、本当に負けられないですし、まあ、チャンスもらえたら絶対結果出して、まあ、勝ちたいと思ってます。グループステージ突破に向けて、全力で戦いますので、熱い応援よろしくお願いします。